はい、ということで薩福屋にやってきました。はい、お魚やタンパク質が嬉しいチキン、そしてハンバーグにお子様セット、ソフトクリームまであります。美味しさ広がる小鉢には栄養バランスの良い数種類の、はい、お手元紹介のコーナー、明太子の説明がしてあります。あ、腹筋、そしてご用の方はこちらのボタンで、頼みます。鶏のこんがり黄金唐揚げと温野菜のネギ香味タレ定食、なんとご飯が選べるようです。 あそこの炊きたてのやつですか。釜炊きご飯と本日の健康ご飯が選べるようです。香味タレ定食のお客様、はい、はい、カラッと揚げた鶏肉とたっぷりの野菜にネギと香味のタレをかけてやるご飯が進む一品です。新南蛮ございます。野菜がたっぷり、まろやかな甘酢だらに具沢山のタルタルソースを合わせた一品です。ご飯は釜炊きご飯、本日の健康ご飯のどちらかが選べます。味噌汁はほっとする優しい味、お母さんの味の味噌汁、お口直しにはフルーツまでついています。なんと明太子は食べ放題です。うわ、すごい野菜たっぷり。野菜が一回素揚げしてる感じで、なんか味の中に閉じ込める感じ、うん、めちゃくちゃ柔らかい、美味しい。ピリッとコショウが効いていて美味しい。コショウやんな、うまい。はい、食べ放題の明太子ご飯にのせます。明太子食べ放題なんて嬉しいよね。さあ、ここで鶏のこんがり黄金唐揚げをご飯に乗せる。うん、絶対に美味しい。やっぱここは野菜が美味しい。ありがとうございます。なんでお腹いっぱいな。おいしい。めちゃくちゃ行列になってます。幸福屋は広く姫路店に行ってきました。とにかく野菜が美味しかったですね。うん、他のあの唐揚げとかもしっかり味がしてついてて美味しかった。明太子食べ放題がめちゃくちゃ嬉しかったね。ご飯おかわり15個前おかわりをしました。めちゃくちゃ満足です。まあ、ビオレ、界隈でも和食で言うと、まあ、一番お得で美味しい、美味しいって言うと、なんか食の技術力も高かったように思えます。で、創業何年やったっけ。昭和54年からされてると書いてあったんで40年ぐらいの歴史があるということなんですけども、姫路のお店はおそらく3年とか4年ぐらいやなと思われるので、本店はどこかちょっと分かんないですけど、幸福屋ピオーレ姫路店めちゃくちゃ美味しかったです。皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。